本さん質問の前に、今回、宮津市内で新型コロナウイルスに感染された皆様には心よりお見舞いを申し上げるとともに、 一日でも早いご回復、またこれ以上の感染が広がらないことを願うところであります。それでは通告に従いまして、一括方式で公共施設再編後の地域振興、文化振興について質問をさせていただきます。財政健全化の取り組みの中で、公共施設の再編方針が示されました。フェーズ 1>, 1のおおね5年以内からフェーズ3のおおね10年超の実施に向けての取り組みであります対象施設の中には保育園小学校など教育関連施設観光地海水浴場などの公衆トイレなど観光関連施設子どもたちの遊び場である児童公園また 市民の憩いの場であります文化施設など多く含まれ地域住民また観光客の皆様にとっても重要な施設が含まれると思います私は現在現在の市の状況の中で今後の人口減少を考えると公共施設再編方針には一定の理解はいたします一方で再編 方針対象施設のある地域住民からは、地域の切り捨てというような声も聞こえてきます。そうした中で、上宮津保育園においては、廃止方針から休止へと方針見直しが行われ、次年度の入所募集停止にはなりましたが、今後の移住・定住促進での入所,入所希望者が一定数増えれば、 ででの再開も考えるるるこことととになると私は理解すすろであります上宮津地区においては市内でいち早く京都府の移住定住特区の指定を受け上宮,上宮津地域会議の皆さんが中止になり廃校施設を活用した本物の養殖またわさび栽培学校ミュージアム杉山を活用した 地域のにぎわいまた他の地区では、湯田地,地,、えー、地区では地域おこし協力隊の活動で耕作放棄地でのオリーブ栽培と行われております府中以北では今後小学校の統廃合が計画される中府中瀬谷養老地区が府の移住特区 移住・定住特区の指定を受け、人口の減少に歯止めをかけるように取り組んでおられます。こうした地域の取り組み、頑張りが、元気さが宮城市全体の元気になると、私は以前から思っております。現在の市の状況では、なかなか厳しいとは思いますが、府・国の支援を得ながら、今後、多くの公共施設の休止、 廃止、除却が予想され、再編後、施設再編後、また現在取り組まれている新,総合新宮総合計画の中での本市の地域振興の考え、文化振興の考えをお尋ねいいいたししまますす簡単ではございますがござが答弁よろしくお願い,いたします。 木崎市長議員からは、公共施設再編方針は一定理解するものの、それが地域の切り捨てにならないように、財政状況は厳しい中でも、頑張っている地域を応援するため、知恵と工夫で、 地域振興や文化振興にしっかりと取り組んでいくようと、知った激励をいただいたものというふうに受け取らさせていただきました。この公共施設の再編は、かねてより申し上げているとおり、人口減少が続き、財政状況も厳しい中、必要な市民サービスを可能な限り維持し、次の世代へ過度の負担を残さないためのもので、 将来のまちづくりの視点で行うものである一方、地域の将来に不安を抱かれることも十分理解できることから、まずは地元や関係者としっかりと話し合いを持ちながら進め、必要な活性化策や代替策を合わせて行い、不安の解消を図っていくこととしております。 上宮座保育所の休止にあたっては、意見交換,などの,意見交換の中などで、さまざまなご意見を頂戴をいたしましたが、利用状況や今後の児童数の推移、そして市街地における保育施設の充足度の高さ、こういったことを勘案した結果、令和2年度末をもって休止することを、市長として最終決定いたしたところでございます。 現在の利用者の皆様方につきましては、単園への転園の配慮や、個別のフォローをしっかりとしていくとともに、この上宮津保育所の良さを公立保育所のみならず、民間保育園にも波及できるよう、市内全域の保育サービスの向上に取り組んでいきたいと考えておりまますすご理解賜りよようよろししくお願いを申し上げます。 それでは、議員ご質問の公共施設マネジメントを踏まえた新総合計画における地域振興や文化振興についてのお考え方であります。まず、地域振興についてであります。新総合計画においても、10年後の将来像で、共につくる、みんなが活躍する豊かな街宮津でお示,しお示しをしていますとおり、市民の方と一緒に汗をかく地域協働と、 共にくってていく地域競争の考考ええ方が大切だというふうに考えておりますそうした中で重点プロジェクトにおいて若者が住みたいまちづくりプロジェクトとして若者が住みやすい住み続けたいと思えるまちづくりを進めるとともに宮津の宝を育むチャレンジプロジェクトとして地域で活躍する人づくりや 地域の宝をを作ったビジネス化などを応援ししてていくこととしております令和3年度予算におきましても、住民の主体的なまちづくり活動への支援や、地域間交流、大学との連携、地域おこし協力隊の導入などにより、地域共同のまちづくりを進めるとともに、外部専門家等の知見も得て行う、 若手人材の育成支援などの予算化を検討しておりまた特に上宮津地区に対しては農博等を含めたモニターツアーの実施に対する支援など地域の活性化を図っていくこととしております地域活性化について私が大切であると考えるポイントは繰り返しにもなりますが地域と市役所が一緒に地域活性化を進めていく 市民共同、市民競争の考え方と、これからの地域を支えていく、変えていってくれる人材を育成するとともに、外部から受け入れていくことの2点であるというふうに考えており、新総合計画の中で実践をしていきたいというふうに考えております。 宮津会館の休館に伴い文化振興についてはたくさんの意見を頂戴いたしましたそうした中先日私が直接宮津市文化団体協議会などと文化振興について意見交換をいたしました意見交換の中では宮津会館を休館した場合の文化ホール利用等たくさんのご意見を頂戴する中 最も大切なことは、宮津市の文化を途絶えさせず、後世に伝え、そして信仰していくことだと感じております。こうしたことから、新総合計画においても、文化団体協議会への活動支援や、文化活動の活性化、小・中学生が芸術、文化、歴史などの本物に触れる機会の創出などの方策による、より 市民の創作活動を自主的、創造的な文化芸術活動を促進していきたいというふうに考えております。令和3年度予算において、宮塚会館の休止に伴い、文化ホールを代替利用していただくための一定の改善や、市外施設利用の際の使用料等の支援などを検討しているところでございますす以上上ご理解賜りですよお願い申し上げます。 長本芳さんはいご答弁ありがとうございました。えー、今の答弁の中で、えー、若者が住みたいまちづくり、えー、地域と役所の共同ということでございますけれども、具体的に何かお考えなり、ご計画があれば、ご答弁お願いしたいと思います。<上>木崎市長 えー、なかなかあの令和3年度予算のことなので、今あの、具体的にどうこうということではございませんが、まあ、あのこれまでから、まあ、あの市,市と、それから地域、まあ、共同、そして、まあ、私はそれを一歩進めて、共に作る競争まで発展していきたいというふうに思ってございますが、まあ、そういった取り組み、これまでからも行ってまいりましたが、あのよりそのこれからは、 あの企画段階であったり、その計画を立てる前段階から、しっかり地域に入ってあの、市の職員と地域の方が一緒に、まあ、汗をかいていくということが非常に重要であるというふうに考えておりますので、そういったことが実践できるようなあ、まあ、仕組みであったり、取り組みを、まあ、令和3年度から進めていきたいというふうに思ってございます。でそののたためにあの答弁ででもも言いましたけども外部の有識者であったり そういうこう経験豊かな方のお力を借りたりということも考えておるということでございます。以上でございます。長本義洋さん。はい、ありがとうございました、えー。大変財政厳しい中での取り組みということでございます。令和三年度の予算でということでございますけれども、しっかりとですね地域の皆さんの意見を あの組み取っていただきまして、えー、行政とともに市長の目指す目的達成のために一生懸命頑張って取り組んでいただきたいと思います、えー、このことについては、えー、執行部だけじゃなくてですね我々議員の方も一生懸命地域の方の声を聞いて、えー、皆さんの意見を取り入れながら 頑張ってまいりたいと思いますので今後ともよろしくお願いしたいと思います以上で簡単でございますけれども私の一般質問とさせていただきますありがとうございました